SHOD、SH オードまたは、スーパーハンドリングオールホイールドライブは、ホンダ技研工業の四輪駆動システムである。日本語表記は、四輪駆動力自在制御システム。2004年発売のホンダレジェンドに初搭載された、前後輪と後輪左右の駆動力を自在に制御する、世界初のシステム。SHOD は、センターデフを持たず左右の駆動力を電磁クラッチにより、調整する。 トルクはハイポイドギアより左右に設けた優勢歯車のリングギアに伝わり、電磁クラッチは3ギアとケース部に摩擦を発生させ、プラネタリーキャリアよりドライブシャフトに出力される。優勢歯車による倍力作用を利用することで、電磁クラッチの大きさを小型に抑えている。左右の駆動力を電磁クラッチで制御する点では、 同社の VTM-4 と似ているが、異なるのは、制御が旋回性能を向上するために利用される点にある。旋回加速時の外側後輪の設置荷重の増大に、対してより多くの駆動力をそこへ配分することで、旋回内側への要モーメントを発生させている。プロペラシャフトと後車軸との間に、優勢歯車機構による二段増速機構を組み込み、 後輪への回転数を直結状態では0.6%、旋回時に5.7%高め、旋回時には積極的に外側の後輪に駆動力を配分している。後輪は旋回時に外輪が100%、内は0%まで配分が可能で、この配分により生じる後輪左右のトルク差によって旋回時の動力性能を向上させた。ただし、 効果が期待できるのは加速時及び低速走行時のみであり、減速時には横滑り防止装置との協調制御により、挙動の安定を確保している。2006年に登場した RDX 及び2台目 MDX には、リア車軸前にあった2段増速機構を廃止した軽量仕様が適用された。後輪は常時1.7%増速され、直進状態での前後輪の回転差は、 リアデフが吸収している。2014年のアキュラ a TLX では、次世代 s h o ドとなり優勢歯車による、倍力装置のない、VTM-4 に似たシステムとなった。電磁クラッチの代わりに左右2つの油圧ポンプと、それのイドバルブで、湿式油圧クラッチを操作する方式を採用した。重い電磁クラッチがなくなることで、25%の軽量化を果たしている。 リア増速は常時2.7%で、巡航時は全国動力が90、10となる。2012年には電動式の四輪駆動ハイブリッドシステムとして新開発されたスポーツハイブリッド s h ードを搭載する NSX コンセプトが発表され、2015年には同システムを搭載した5代目レジェンドが発売された。 芝炭鉱2が最初に提案した四輪駆動システムは、前輪と後輪の間で駆動力を配分するものであった。しかし、それはすでに他社が開発に着手しており、ホンダとしての独自性がないとして上層部に却下された。芝橋は左右の車輪間での駆動力配分の可能性を見出し、四輪駆動のシビックを改造し、後輪の片側だけに駆動力を伝える三輪駆動の 試作車で実装し後輪の左右でのトルク配分の効果を確認し、本格的な開発に至った。その後、二代目レジェンドに後輪左右駆動力配分システムを搭載した試作車を開発し、1991年には東京モーターショーでコンセプトカーである FSX を発表。三代目インテグラにこのシステムを搭載すべく開発を進めたが、市販を断念した。 1996年には、左右駆動力配分システムを後輪ではなく、前輪に搭載した、アッツをプレリュードで市販化した、ホンダ技研工業、テクノロジー四輪 s h オード、2021年9月24日閲覧。世界初の四輪駆動力自在制御システム、s h オードを新開発。 http://www.honda.co.jp:/news:/2004/40401a.html2014 4 0年10月29日閲覧。ab 前後輪と後輪左右の駆動力を自在にコントロールする世界初のシステム。 http コロンスラッシュスラッシュ www.honda.co.jp スラッシュ f a c t b o k スラッシュオートスラッシュレジェンドスラッシュ200410スラッシュ 15.html 2015年8月19日閲覧国井力や岩崎明広厚美俊広森厚市四輪駆動力自在制御システムの開発 ホンダ R&D テクニカルレビュー第十六巻、第二号、2004年10月1日、2014年10月29日、閲覧。アキュラ SH オード、A コンプリヘンシブアナリシス、2015年8月19日、閲覧。2015アキュラ TLX、パオトレイン、HTTPS、ハンデットヌズドットコム、リリーシズ、2015アキュラ TLX。 パオトレイン2019年7月13日閲覧2012年北米国際自動車賞でアキュラ新型3モデルを世界初披露ホンダ技研工業2021年6月2日閲覧レジェンドをフルモデルチェンジし発売ホンダ技研工業2021年6月2日閲覧インテグラの高性能モデルは自然吸気エンジンの全輪駆動モデルの インテグラタイプ R となった。ありがとうございます。